ジェファーソン記念館、ジェファーソン像ジェファーソン記念館は、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC にある、アメリカ合衆国、第3代大統領トーマスジェファーソンを記念して、建立された記念建造物である。ワシントン DC 中心部のナショナルモール南側にある、タイダルベースンのアゼに1943年に建てられた記念館である。中には、 1947年に完成したジェファーソンの銅像が置かれている。アメリカ合衆国国定記念建造物に指定されている。2008年、ジェファーソンが残したと言われている言葉、ダンシングイズエヘルシーエレガントエクササイズ、エースペシフィックアゲンストソーシャルオークワードネスにちなんで、イヤホンから流れる音楽を聴きながら記念館のホールで踊っていた女性が、 公園警察に逮捕された。不当逮捕を訴えて女性が裁判を起こしたが、2011年に警察を支持する判決が下った。同年5月に裁判所の決定に抗議する活動家たちが同ホールで踊ったところ、公園警察に逮捕された。この様子が動画サイトなどで流され、逮捕は行き過ぎではないかと騒動となった。ありがとうございます。